話題のクロストレックに新車装着。横浜ボムは、スバルが2022年9月に国内仕様として、公開した新型クロスオーバー SUV。クロストレックの新車装着、OE、用タイヤとして、ジオランダー G91 の納入を開始した。装着サイズは 22560R1799H。 スバルクロストレックは扱いやすいサイズのボディー。スバル独自のシンメトリカル AWD をベースとした本格的な SUV 性能。ラギットかつスポーティーなデザインを組み合わせることにより、都会からアウトドアシーンまで、幅広く活用できる多様途性を実現した15の後継モデル。 クロストレックに新車装着されるジオランダー G91 は SUV 用タイヤならではのユーティリティ性能に加え都市型クロスオーバーや中古型 SUV に求められる低燃費性能安全性の快適性能を兼ね備えたタイヤ装着されるジオランダー G91 は光合成カーカスの採用により クロストレックにふさわしい軽快な操縦安定性を発揮さらにタイヤの軽量化と走行時の空気抵抗抑制に寄与するフラットサイドデザインの採用により低燃費性能も高いレベルで実現したパターン、プロファイル、タイヤ構造は車両特性に合わせた専用チューニングを施したほか人間特有のひらめきや 発想力と AI が得意とする膨大なデータ処理能力との競争によって新たな発見を促しデジタル革新を目指す独自の AI 利活用フレームワーク HAICO ラボを活用し進化計算遺伝的アルゴリズムにより最適なピッチ配列としクロストレックの乗り味を追求した